はい、というわけで皆様おはようございます。タクシー1台しかいない、誰もいないロータリー。ちょっと深夜帯にも見えるんですけど、実はね、今ちょっと冬で日が暗くなってまして、早朝の5時40分ぐらいになってます。今日来てるのはこちらです。じゃーん、栃木県の新幹線の停車駅小山駅に来てます。で、在来線はね、少しずつこう動き始めてるんですけど、朝早すぎて路列が回ってないんですけど、今日はですね、今日はですね、この小山から東京発着する中での最短の新幹線、東海道山陽新幹線、東北上越北陸秋田山形新幹線、全部の中で一番東京発着する中で短い新幹線がここから出ているということで、今日は早朝の小山駅にやってきました。しかも早朝に1本しかないみたいなので、その列車に乗りつつね、一体どんな感じなのかちょっと見ていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。これもちょっと珍しいんじゃないですか。5両編成ですけども、水戸線から常磐線の高萩駅、福島にほんとほど近いところまで直通する列車がね、16番線からも出発をしていくと。6時手前でも、もう5時台からもう在来線動き始めてるんですけど、この上の新幹線に関しては、24時、0時から早朝の6時までは、騒音の関係とか、メンテナンスの関係で基本的に走行することができないんですね。で、これもね、非常に面白いところで、今ね、5時45分なんですけど、6時になると大体一斉に全国の新幹線って動き始めるんですよ。で、小山って、小山駅のすぐ近くに車両基地があって、そこから結構ね、新幹線が、改装されて上り方面と下り方面にガンガン進んでいくと思うんで、結構せわしなくこう新幹線が行き来するような一日の最初のね、様子なんかを見れるんじゃないかなということで、ちょっと皆さんに今回は非日常をねお届けできればというふうに思いますんで、よろしくお願いします。では早速行きましょう。ここからはやっぱり東京に行く方も多いでしょうからね、在来線の始発列車はもう5時台から全然余裕で動き出してるみたいですね。この様子はちょっと珍しいんじゃないですか。これ新幹線改札なんですけど、で、小山駅って在来線の改札入ってからその中に新幹線開発があるような感じなんですけど、今ね、これ改札が閉まってるんですよ。これ空き待ちですね、多分。これ多分始発の新幹線に乗る方々だと思うんですけど、まだ入ってない。すごい、これは僕も初めて見たかもしれない。今多分ね、新幹線のエレベーターがウィーンっつってこう稼働しまして、もうそろそろ多分ね、改札が開くんじゃないかなと思います。でですよ、今回僕が乗るその東京発着最短の新幹線っていうのがこちらになってます。これです、那須の252号の、これ6時22分なんですが、注目すべきはこれです。東駅始発の文字、そう、これ小山始発の新幹線が1日1本だけ、早朝にだけね、謎に運転をされてるんですよ。これですね、10両編成で停車駅はマジで短い。小山を出発して大宮、上野、東京以上終わりみたいな感じになってます。東駅始発6時22分発、東京発着する新幹線って短いやつだと結構有名なのが、上越新幹線の高崎から東京に行くやつ、高崎始発東京行きとかもあったりするんですけど、やっぱりね、こっちの小山から東京の方がね、高崎東京よりも全然短いんですよね。小山東京間は距離にするとだいたい80キロ前後になってるんで、東海道新幹線の三島行きとかもね、東京発の列車でありますけど、それよりもまたさらにね、一段と短くなっているという、本当にね、これ珍しい運用なんですよ。ちなみに小山駅の在来線の始発列車は5時4分発になってるんで、相当早いですね。新幹線より1時間早く東京に向かう列車もあります。熱海行き、やっぱりその新幹線の時間制限があるんで、下りの新幹線はだいぶ遅めですね。始発でも7時2分なんで、結構時間帯的には遅い。これも東京を6時ちょい過ぎぐらいに出発してきて、で、小山に到着する便なので、この時間帯になってるんじゃないかなと思います。来た、Thank you.
今日ね、クリスマスの翌日26日なんですけど、てか、まあ、クリスマスの翌日に何してるんだって感じですけど、でも一応平日っちゃ平日なんでね、ここ、ね、今日月曜かな、月曜か火曜なんで、今日あの通勤のお客さんは結構多いみたい。もう下とかガンガン在来線が走ってて、で僕ね今日あの小山のすぐ近くのね、あのそこら辺にあるカラオケで一泊したんですけど、その時もねやっぱ天下の東北本線っていう感じで、夜中もガンガン貨物列車走ってましたね。マジ10分に1本ぐらいあの貨物列車のダダ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 ーンっていうあの激しいジョイントーンがね聞こえてましたけど、新幹線の運行開始時刻が、まあ、6時なんですけども、その前ですよ、3分前に新幹線ホームに入ってるっていうことになります。だから今あのもう日本全国探したとしても、まあ、営業列車多分回送列車も含めてなんじゃないかなって思うんですけど、基本的にどこ探しても今新幹線走ってるのはいなくて、で6時ぴったりになるとあの東海道新幹線とか もう一斉にあの各駅を、ね、出発しだすんですよね。で東海道新幹線の下りの始発列車なんかも東京発6時ちょうどで、品川始発も6時ちょうどなんかあったりするんで、あと2分で一斉に動き出すみたいな。で小山ももう向こうの方に車両基地があるんで、多分6時になった瞬間に新幹線がねこっちの方にあのやってくるというか動き出すんじゃないかなと思うんで、どんな感じにこう新幹線たちが動き出すのかってちょっと気になりますよね、動きで。ね、これ小山駅ってちょっとね構造が面白くなってて、向こうの下りホームに関しては向こう1番線なんですけど1面しかないんですよね。で真ん中に2本通過用線路があって、で今僕が立っているのがこれ4番線だから通過線もあのカウントされてるんですよね、番線に。一番右が1番線で、2番線3番線通過線になってて、4番線でこっち5番線なので一応5番線まであると。でこれです、5番線には回送列車のね表記がありますけど、小山のその新幹線の車両基地からあのここから東京方面に回送される列車と、あと多いのが那須塩原とかに回送される新幹線で、この時間帯その通勤通学の時間帯なんで、結構上りの新幹線って那須塩原あたりから運転されててかなり、ね、混雑するんですよね。宇都宮あたりからもね東京にあの通勤をする方って結構多くて、ラッシュの時間帯混むんで、上り列車として一旦ね那須塩原まで回送される、そのための新幹線だと思うんですよね。一旦だから小山まで持ってきてここに入れて新幹線の線路下っていくと。さあ来ました6時、この瞬間あの東京品川あたりから新幹線が一斉に大阪めがけて出発する時刻。これはなかなかに興味深いですよ。まず6時になった瞬間に接近放送が鳴りまして、すぐ入線です。これが那須の252号、東京発着の最も短い新幹線、営業キロにするとだいたい80キロ前後ということで、上越新幹線の熊谷から東京よりも若干長いぐらいになってます。でこれね重量、この E5 系での運転なんですけど、この前のグランクラスとグリーン車以外は全部自由席になってます。指定席は一切ないと。しかもこれ入線時間もマジで早くて22分発なんで20分前入線っていうことになります。これもなかなかね珍しいんじゃないですかね。東京駅とかだとあの新幹線ってマジで秒速で折り返していくんで、扉開いてからもう 2,3 分とかで出発していくんですよ。長くても4分とかが。昔運転されてた寝台特急の出発時間もだいたい入線から20分ぐらいだったんで、それぐらいに本当匹敵するぐらい。でも非常にこれオタクにとっては非常に嬉しくて、やっぱり同じ区間の乗車でも長くね車内にいることができるんで、これはね結構嬉しい。で小山の新幹線の車両基地って結構影が薄い言っちゃ悪いんですけども、この北側のところにねあるんです。こううっすらねこう長いこうグレーの線みたいに描かれてて、これが多分ね車両基地なんですよ。これももともとこの小山とか大宮とこの辺りって東北新幹線ができる前の実験線、つまり走行試験用にあのねその大宮と盛岡の間が開業する前、1970年代後半からあの新幹線の試験走行が行われてて、その時のメンテナンス基地みたいな感じでここ使われたんですよ。
ただその大宮から東京上野とかの間がその騒音問題の関係で開業が遅れて、今のメインの車両基地って多分これから通過する田端とか、あの上野周辺の新幹線の車両基地がめっちゃでかいんで、そう拠点になってるんですけど、そこがあの開業した時大宮から南が開業遅れて使えなかったんで、この小山の基地、もともとちょっとした簡易的な保線基地だったんですけど、これが車両基地として使われることになって、でそんな名残で今でもねここの基地はね使われてるんですよね。で大体ねこの那須野号はあの那須塩原から出発するパターンが多いんですよね。6時台の時刻表なんですけど結構多いですよね。やっぱり東京行きの那須野号1時間に5本程度運転されてます。6時台がやっぱ一番多くて、これに乗っていくとやっぱ東京のその出勤時間帯に間に合うような感じになるんですよね。これ小山駅の時刻表でたった一つだけ異彩を放つこちらですよ。これだけ東駅始発の文字がついてるの、他は全部、やまびこか那須野の停車になってて、やまびこはまあ盛岡とか仙台の方から来るやつで、那須野はだいたい郡山か那須塩原始発のやつって感じですかね。やばい、さすがにちょっと寒すぎるわ。東京からそんな離れてないんですけど、栃木と東京だと気温全然違う。はい、ここでお隣のホームにね接近放送がかかりました。回送列車が来るとのことなんで、てかすごい思った以上にマジでこの新幹線利用する方多いんですよね。時刻表を見てて何のために運転されてんだとかちょっと思っちゃいましたけど、通勤の方を支えてる超重要な新幹線みたいですね。時刻にしてだいたい6時10分ですね。この那須野号入線の8分後に回送列車がやってまいりました。これもいい合計ですね。これは後ろに小町号用の E6 系を連結してますね。超長い編成での入線ですけども、これはどっちに行くんでしょうね。一応回送とは書いてあるんですけど、でもねこれあの座席の向きを見るに東京方面に向いてるんで、多分那須塩原に送られるやつで間違いなさそうですね。なんかこれ線路がねこう拡大するとうっすら映ってるんですけど、これあれなんじゃないかな、小山の車両基地がこのままこう北側に行けないんで一旦小山に入れて、で小山であの線路を渡ってあの下り線に入るとか、そんな感じなんじゃないかなと思うんですけど、座席の向きは明らかに東京方面向いてるんでね、だから那須塩原の、あの始発から2本目とか3本目ぐらいに当てられるんじゃないかな。終点東京に止まります。短い途中停車駅は2駅ですよ、大宮と上野のみで、ここ停車位置がこんな感じでずれてるのもまたちょっと面白いですよね。こっちが10両なんですけど、こっちが17かな、小町と連結して17両なんで、ちょっとこう全然あの間違えて停車しちゃったみたいな感じになってるんですけど、で結構ねこの朝の6時7時ぐらいの上りの那須野号って面白くて、これね一見する全部同じ那須野に見えるんですけど、これ蓋開けてみると上り列車を一回ね宇都宮かなんかで観察したことがあるんですけど、この那須野号は10両で来て、で次の那須野号は17両で来て、で次はなんか16両で来て、次はまだ10両みたいな、そう、もう那須野といえど使われてる車両がごっちゃごちゃなんですよ。でこれは大体あの朝通勤ラッシュの時間帯のために上り列車として運転されるんですけど、東京からの折り返しが大体はやぶさとかあのやまびこ翼とかあとはやぶさとあと小町みたいな感じになるので、あの結構そのごっちゃごちゃだから小町とはやぶさ連結してるこれが17両でまとまって那須野になったりとか、翼号とあのやまびこ号の16両編成がそのまま那須野に使われてとかするんで結構面白い。お通過だ。営業列車だとこれ多分ありえない時間帯なんですよね。上りは那須塩原始発がこの時間帯になってるんで、小山間に合うわけもなくって考えたら多分ねやっぱ回送列車なんじゃないですかね。お来た来た来た、あ待ってだいぶ遅い、うわすごいすごいすごい、こりゃすごいわ、こんな補正通過初めて見たかも小山で、うわ100キロちょいとかなんじゃないですかね。すげえ、車内の電気は暗くなって消されてますけども、小山の車両基地は出たての多分新幹線ですね。でほらあれが行ったんで
あのこっちがこっち今度あの下りの那須塩原方面なんで、あれが行かないとこう平面に線路をこう交わることになるんで、まあ、物理的に走行することはできないと。だからあれ行って速攻で那須塩原行きの回送が出発。お花が寒そうですよ。大丈夫？凍ってますね。もう夜は氷点下でしょうから。で調べたところ、さっきの回送はあの東京方面に送ってったんで、多分これになるんじゃないかなと思います。やまびこ123号で、これ翼くっつけて福島の方まで行くやつなんですけど、これが7時12分発、これの多分回送なんじゃないかなって思うんですよね。さあ、日本一短い新幹線の旅始まりです。6時21分時間にすると多分もう30分ちょいとかそれぐらいなんじゃないですかね。ドアが閉まります。行ってきます。結局あの子は動き出さず、この新幹線が行った後に多分回送されるみたい。いいね、夜も上げてきましたよ。日が昇るのも本当あっという間だ。さあ、ここから容赦なく東北新幹線は加速をしていきます。で、個人的に気になるのが、一応ね、今朝6時台なんで、新幹線の運行時間で言ったら相当早い方なんですよ。この辺りも結構あの住宅地が広がってて、で、小山から大宮の間って東北新幹線の制限速度275キロ制限になってるんですね。だから宇都宮より先は300キロとか出せるんですけど、ここ制限かかってるんで、この時間帯からどれぐらいのスピード出すのかなっていうのはちょっと気になるところですけどね。普通に出すのかな、275キロ。あ、でももう220だ。でも乗車時間は思ったよりちょっと長いかなっていう感じですね。42分間です、東京小山間。すごいですよね、この小山東京間80キロなんで、東海道新幹線でいうともう東京熱海でも104キロになってるんで、これよりももっと短いんですよね。そんな感じしないけどな。東京小田原よりも短い、これが83キロなんで、だから東海道でいうと新横浜から小田原の地点から東京ぐらいの距離と全く同じぐらい。でこれがね、上越新幹線とかになると熊谷から東京ってこの小山東京間よりも短いんですけど、でもまあ熊谷始発の列車とかも設定されていないんでね、これが東京発着では最短と。いやこれね、やっぱ速度落としてますね。228キロで、これ下りの日中の新幹線とかだと275キロ普通にあのもう大宮出発して新幹線の分岐してからもう一気に75まで加速するんですよ。だから多分早朝の時間帯なんで抑えて運転してるんじゃないですかね。50キロマイナス50キロぐらいゆったりと走行してます。別にそんなにゆったりっていう感じではないんですけど、でも新幹線、東北新幹線普段の速度に比べたらやっぱ乗り慣れてる人だとちょっと遅いかなって気づくぐらいの速度ではあると思うんですよね。もうその証拠にだいぶ市街地が密集するところだけピンポイントでちょっとだけね、こう防音壁が高くなってるんで、これも多分意図的にやってるんじゃないかなと思うんですよね。朝焼けが見えてきましたよ。もう今年もあと5日で初日の出、2023年の太陽も終わりを迎えることになります。皆さん、今年もひろき鉄道チャンネルのご視聴ありがとうございました。来年もバチバチ日本の鉄道をね、探求してまいりますので、ぜひよろしくお願いします。6時前だとこのね、あの運行情報、JR 東日本のどこ走ってるか表示してくれるアプリあるんですけど、これ全くね、新幹線出ないんですけど、6時になった瞬間にパッと出らすんですよね。これです。今乗ってるやつはこれ、小山、大宮間。もう前に上り列車全く走ってないような状況なんで、全然速度出そうと思えば出せるんでしょうけどね。東京6時に出発した新幹線が続々とやってくるような感じになるので、ここからすれ違う新幹線もね、多くなってくるんじゃないかなと思います。いや、ごめんなさい、ちょっと僕が間違ってましたわ。
この宇都宮大宮間は早草号の場合だから宇都宮とかを通過する列車の場合は275まで出せるんですけど、那須野号とかの場合はもうあの240が基本みたいなんで、そんなにあの普段の走行する新幹線と変わんない速度ぐらいみたいですね。でもやっぱ東海道とか最近の上越新幹線乗り慣れてると少なくとも200キロ台あの後半とかで運転するんで、ちょっとやっぱね体感ゆっくりだなっていう感じ否めないですけどね、この区間は。でも昔の上越新幹線の2階建て新幹線とかは新潟まで総じて240キロで走行してたってことを考えると、もうずっとこの速度っていうことですからね、だいぶ遅く感じますけど。お、ここで上越新幹線の線路と合流です。もうニューシャトルとかも見えてくるんじゃないですかね。いや、個人的にこの1号車って結構好きで、まあ端っこなんで自由席の場合お客さんがあんま乗ってないっていうのもあるんですけども、やっぱり E5 系って300キロ運転するんで列車の鼻がね空気抵抗をなくすために長くなってまして、その関係で1号車だけ座席定員が少ないんで、まあ本当に気持ち程度なんですけど、ちょっとしたね秘密基地感をこう味わうことができるというメリットもあるわけなんですよね。上越北陸新幹線も動き出してますね。ちなみにこの区間ね一応線路が交わって線路は4本あるはずなんですけども、ここでね東北新幹線と上越新幹線が並走することってまあほぼないみたいですね。こっから先ね大宮から先線路が上り1本になるんで、並走させるとどっちかがね大宮で待たないといけなくなるんで、だからもう本当にダイヤが乱れまくってどうしようもない時とか、そういう時は本当に稀に並走することはあるみたいですけど、でも本当言われてみると僕も何度も分岐見てるんですけど、並走してるシーンはね一度も見たことないですね。うわ、そしてこれですよ、めちゃくちゃ綺麗、朝の富士山、空気が澄んでるんでめっちゃ綺麗に見えますね。今乗ってる東京小山間の新幹線はこの今見えている大宮そして富士山間よりもだいぶ短い距離になってます。めっちゃ綺麗だ。新幹線だと本当にあっちゅう間に大宮に到着です。だいたい15分ちょいとか。大宮駅はね、これ到着する番線に注目です。ちょっと珍しいところに入るんですよね。一番左側に入りましたこちらの番線は13番線。で、これ本当であれば東北新幹線の上りの新幹線って右側の14番に入るんですね。で、この13番線は基本的に上越新幹線の上り列車が入るんですけど、なぜかこの那須野号は13上越新幹線用のホームに入ります。その証拠にですねこの40分発の那須野号の次には上越新幹線の谷川号が続いているんですね。お、今下に110センチで滑走可能ですと書いてありましたけど、この時期になるとあのガーラ湯沢のスキー場のコンディションが電光掲示でアナウンスされるんですよね。そして14番にはこれ回送列車がやってきます。なのでおそらく東北新幹線のこの後の東京始発の回送列車なんかが来る関係で、多分ホームがいっぱいいっぱいなのでこっち空いている13番の方に入れたんじゃないかなと思うんですよね。大宮駅の内側の方にもまた E5 系が止まってますけど、これは時間的に小山から出てきたものではないので、おそらく大宮に夜間停泊、夜のうちに止めておいたものなんじゃないかなと思います。運が良ければ14番線に同時にこう入って入れ違いでこの新幹線が入ってくるシーンを見れるんですけども、この時はちょっとこっちが早めに大宮出発したみたいですね。さあ次の停車駅は上野駅です。でこれよくよく見てみると東海道新幹線 N700 系なんかはあの両端のその先頭車の部分は若干ね外から見てわかるんですけど天井が低くなってるんですよ。空気抵抗をなくすためだと思うんですけど、でよくよく見てみるとこっちの E5 系はそうでもないんですよね。多分2号車3号車とか中間の号車と比べても先頭車の高さ多分同じ、この短さはねこっちの方が先頭の方が短くなってると思いますけども、なんか
動画というか映像の背景みたいな感じになってる。全く動かない富士山。朝方は超綺麗ですね。運が良ければ小山よりも遠い宇都宮のタワー付近からね、富士山も見えるとのことです。開発が進んでいる武蔵浦和付近、この辺りも速度はもう日中の新幹線と同じような感じですね。大宮から上野方面、東京方面へは時刻表を見ると分かるんですけども、超等間隔で4分ごとに新幹線が出発をしていっています。大宮駅の出発時刻4の倍数の時に新幹線がぴったり出発していくというね、結構これも面白いんですよね。たまに臨時便とかで1分とか2分とかに出発するやつありますけど、ある程度時間が経過したのか、夜間停泊の新幹線がもう出発をしていったことで結構上の東京には空きがあるみたいですね。回送列車とか表示されてないので何とも言えませんが、そしてこれ小山から東京まで自由席で2080円かかったんですけど、これ実はね、これ後で知ったんですけど、グリーン車3180円で乗れます。プラス1000円でグリーン車乗れるんだったら、なんか在来線のグリーン車乗る感覚でちょっと1000円出してグリーン乗ってもよかったかもしれないですね。グランクラスはプラス4000円なので、さすがに払う気にはなれず、平日で結局その大宮から乗る方もねだいぶ多くてですね、大宮東京の利用者結構その座席1列に1人は座っているかなぐらいの状況だったので、グリーン車乗ってもねまた快適かもしれないですね。赤羽付近を今通過。この東京の東側ってこんなに住宅密集してるんだとこの時改めて感じましたね。その個人的な話なんですけど、東京を出発してで日中に新幹線で下っていくことが多いので、進行方向はその線路被らない左側を見ることが多かったんですよね。なので右の車窓こんなじっくり見たの久々で、改めて感じました、この住宅の多さ。そして奥の方には奥車両センターが見えてまいりました。大変失礼いたしました。あ、ブルートレイン止まってますよ。これ古びたブルートレイン、もう走ることはありません。すっかすかになった奥車両センターの生き残りカシオペア君が停車中です。でその手前側、これが田端の新幹線の車両センターですね。もうここが東日本のかなりの主力の新幹線の車両基地になってます。まあ、大宮盛岡開業82年、でここが開業したのはもう90年代近くだったので、それまではさっきの小山の車両センターなんかが頑張っていたということですね。おお、東京福井間、いよいよ北陸新幹線も開業間近ですよ。あと3ヶ月、楽しみっちゃありゃしないね。はい、そして最後の停車駅、地下上野駅に滑り込みます。上野は線路4本あるので、朝ラッシュの時間帯だったりとか回送列車が多い時には片方の線路の方に余った新幹線を止めておくと、結構うまい具合に活用されている駅でもあります。そう、最近改めて、あ、そうだなって思ったんですけど、新幹線の全国のその地下にある駅ってこの上野が唯一らしいですね。確かにみんな高架駅とかですから、地下っていうのは珍しい、言われてみればっていう感じですよね。上野で降りる方もちらほらという感じです。正面の方ね見るとわかるんですけど、上野で降りる方はもう階段の位置をおそらく把握しているのか、真ん中の号車からとにかく人がドバドバと降りてきます。僕が乗っている1号車からは1人もお客さんが降りないということで、皆さんやっぱり朝忙しい時間帯なので効率は相当重視されているんじゃないかなと思いました。はい、ということで東京駅到着いたしました。時刻7時4分ですね。めちゃくちゃ短かったけど、東京発着最短新幹線乗車完了。でこの新幹線は東京駅からどうなるのかというと、折り返し、これですよ、もう速攻10分で折り返してはやぶさ101号になって盛岡行きになります。この後多分盛岡に行って東京に戻ってきて、また多分東京から北海道方面に向かってみたいな、多分ねシャトルランを本州北海道の間で多分2回ぐらい繰り返して、また田端に戻るという風に、こういう風にしてね日本の新幹線は頑張ってるわけですね。ありがとう。ちなみにちょっと見えづらいんですけど、さっき小山を先に
あの出発していったあの翼とそれから山尾行の連結したやつ、あの新庄行きは向こうに止まってますね。7時12分発もうそろそろあとね 5,6 分もしたらこの東京から始発の下り、あの下り新幹線として出発をしていくことになるんじゃないかなと思います。下手したらこの辺りね、東海道新幹線の方が本数注目されがちなんですけど、実はね、この東日本の新幹線の方がもっとカオスなんじゃないかなって思って、出発まであと10分を切るぐらいなんですよ今。だけどもまだ車内点検中で扉も開いてないんで、ほんと扉開いて 4,5 分で折り返し、もうそんなもないか、3分ぐらいで折り返しになるんで、本当に東京駅すごい。いやー、そしてこれもね、ほんと冬の風物詩ですよ、谷川のこの行き先、ガーラ湯沢行き。この雪のシーズン、冬のシーズンだけ運転されるガーラ湯沢直通列車ね、ゴールデンウィーク前後ぐらいまでこの行き先を見ることができます。ということで東京発着の新幹線、ちょっとね乗車難易度は非常に高いんですけども、気になる方いればぜひ、ちょっと大山で全泊は必須になりますけども、結構ね面白い霧市場を見ることができますんで、ぜひ。ということで本日もありがとうございました。寝よう。